オーディションでどのネタするかやな。ほんまやなぁ。うん、まあ難しいなぁ。うん<ー>。うん。いや、受かりたいな。受かりたい受かりたい。マジで受かりたい。マジで受かりたいな。うん。好きじからな、オーディションが。そうやな。どのネタで行くかやで。そこ慎重に行かなかったなぁ。新しいの作るっていうのもあるし、うん,う,んうん。まあ、インディーズダイブでやって何回か受けたやつ。うんうんうん。あれ、こないだやったやつもうちょいなんかいけそうやけどな。どれ あのー、こないだやった漫才。ああ、あれうん。俺手応えあってんけどな。あ、ほんまうん。で、オーディションでまだやってないんやんか、一回も。やってない。うん、あれやってみるあれやってみるやってみようか。うん。<laughs> はい、どうもー、リップモーニングです。お願いしまーす。いや、僕ね、一個思うことがあるんですよ。何にあのね、お化け屋敷って怖いやんか。おーおー。あの、お化け屋敷、ちょっと慣れときたいね。実はこのデートあってや。遊園地にないか絶対お化け屋敷行くね。それ絶対慣れといた方がいいやんけ。女の子お前ね、堂々としときたやろあ、確かにな。ちょっと練習しときたいな、思て。おー、いいやん、練習しよう。お前、お化けやって。あ、わかった。俺、ビビな王くやるから。

お前どんなすぎるやろ俺、目の前おんなああ、おばけ。おもちゃ気づいてくれた。いああ、おばけ、おばけ。ああ、この辺におばけいそう。いや、さっき言うてどうすんねさっき言ってどうすんね言っあかんねああ、怖い。どうぅぅ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 ぅうぅぅ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 上ってん うわあ、怖いなあ、なんかお化け出てきそう。ドゥルルーバーンうわあ、怖いなあ。ドゥルルーバーン怖いなあ。ドゥルーうわあ、怖いなあ。ドゥルルー慣れてきてるー慣れてきてるやんけあ、ごめんごめん。慣れてどうすんのじゃあもう一回。じゃじゃお前ちょっ本見してくれへん。ああ、次俺のお化けやるから。怖いなあ、この辺出そうやなあ。 お客さん、このコンビニが何年か怖いですかいや、お化け屋敷やコンビニ行ってないね <laughs> 違うやろちゃんとお化け屋敷やろ<ー><れ>はいはいはい、ごめんなさいね。あー、怖いなぁ。真っ暗やな <laughs> 出そうやなそろそろ出るんちゃうか <laughs> はっ <laughs> 部が出たよ <laughs> しょうもないね <laughs> 何してんねん、お前。ああ、ごめんね、ごめんね。全然できてんやんか、さっき。だから全然ウケへんかったな。もしかしてこのお客さん全員お化けかな。いや、お化けシちゃうわもうええわどうもありがとうございましたあれどうやろな。あ、でも、うん。もうちょい削って、うん、やったらいけるんちゃうわ。ツッコミのさ、ツッコミの後。うんうんうん。まあ、怖いんかな。ツッコんだ後って、まあ言ってばレタス数上はシーンってなるやん。うんうん。まあ、ほんま客受けがあるって考えて。 うん。うん。それ突っ込んだったら沈黙が怖いんか。多分、なんか、へ、え、へ、ー、って言っちゃってんねん。俺うん。あ、そうなん言ってる言ってる。あ、どうやろしょう証拠ないからな。うん。あ、そう。うんお。お、か、か、感じへん,ん。なんか自分で言ったって、へへんって言ってんの。突っ込んだら、<お>なんでやねん <laughs> っ,つっていつも言ってる。あれがなんか一瞬間が崩れるというか。俺別にそれ言ってないけど、いや、言ってたとしても、はい、うん。そんななんか問題あるお。お客さんが気にするかなと思って、もしかしたら。しょうないし。 ああ、まあ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 。<ー>ああ、膝かゆいわ。いや、肘やふほら。ふ <laughs> それ。<laughs> 今、風に残ってるよ、喉に。ふっ <laughs> つって。あ <laughs> <る>あ、でも、俺は言ってるか。うん。うん。まあまあ、まあ、でも、その、別に俺もこれで別にどうとかじゃなくて。まあ多分、舞台慣れしてたら多分、それなくなっていくと思うし。なんか、そんな言うことかな。ああ、いや、だから、からかなあの、頭の片隅に入れといてくれたらなって、俺が突っ込んだと、ふぅって言っちゃうやつなんだっていうふぅ。ひのも結果言っちゃってるから、自分の突っ込みに、 あんま自信ないかなと思われちゃうねんだよ、あれ。とりあえず、俺だけ笑っとけみたいな感じになっちゃうから。あ、でも、うん、うん、解散はよぎった。うん。あ、まあまあ、でも、それはでも、そんなんじゃなくて、うん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 。あ、おいおい、そう、絶対上達する。いきなりそうやって言われるから、解散はよぎた。でも、上達するから、それは。絶対。ああ、ひじかいな。いや、だからひじゃピザやうん、<laughs> な、うん。わかる、でもわかる。沈黙怖いわかる。死にてなるのが怖いから。 誰も笑わへんの。ママ、まあ、け。お、おじゃい、こじい、おじゃい、こじゃい。おごるごろ解散よぎった相手とまあそれはやっぱええやん。す、なんつう、おかしいす、るん、おかしい。俺、そんな悪いことしてるかな,な,るかな皆さんよかったら、リップモーニングの YouTube チャンネル登録しないでねいや、した方がええやろ <laughs> した方がええねん、そんなの。したをが、してくださいねってお願いすんで。めっちゃ楽しいことやりますよー。<laughs> 一番やるのが、ルーティン、モーニング。いや、モー,ーニングルーティーンやー <laughs> あとはですね、僕らのネタ作りの風景やネタ合わせの風景も見せないでーすいや、それ見せろー <laughs> あの、皆さんよかったら本当にチャンネル登録しないでくださいね。だから、した方がええねんえ ホントに皆さんよろしくお願いしますお願いしますルーティングモーニングだからモーニングルーティンや言うてんねんはい皆さんよろしくお願いしますフ介です。<laughs> <laughs> こんにちは 『今日の空が一番好き』とまだ言えない僕は」を発売しました概要欄にですね冒頭の1ページ2ページ分ぐらいを載せてます気になった方は一番下の URL をポチッとしてみてぜひ読んでみてください以上小説の宣伝でしたバイバイジャルジャルのネタサロンが非常に充実してござる お、おいらの時代にもそういうのがあったらな。僕噂で聞いたんだ。このジャルジャルに興味のやつネタサロンのこのご紹介 VTR あんまり宣伝効果ないんだって。残念な結果でござるな。不透明すぎて入るのが怖い。そんなネタサロン。ジャルジャルアイランドもチェックしてござるよ。ジャルジャルタワー